皆さんこんにちは、ルアです。今回はですね、じゃじゃん、こちらが届きました。何かわかりますかね。正解はジェネの8周年のオンラインブースが届いたので、こちらの結果紹介をしたいと思います。で、今回は前みたいにこうで取り出してっていう感じではなく、画面外でと見せていく感じにしていきたいと思います。自分は多分何が出てるかわかる状態でも、まだ全然見てなくて、中を皆さんと一緒にそのグッズたちを見ていこうかなと思います。で、その前にですね、以前バレンタインの千社札を私は17枚と11枚買ったって言ってたんですけど、その身内が私の分を買っててくれて、まあ、3枚3枚ずつなんですけど、それが届いたのでちょっともう開封してしまったんですけど、開封結果になっちゃうんですけど、皆さんにご紹介したいと思います。ではまずジェネ3枚いきたいと思います。まず1枚目ですね。1枚目がじゃん、こちらです。メンディーさんです。とこれはメンディーさんは5枚目です5枚目なんですけど、こんな感じになります。すごい今回メンディーサウンド強くてびっくりしたんですけど、こんな感じです。まあね、安定にプチキャラ可愛いんで全然いいんですけど、2つ目がですね、じゃん、リュウトくんです。これリュウトくんが出てくれたので、私はジェネをコンプすることができました。よかった、本当によかった。もう嬉しすぎて、久しぶりにジェネコンプなので、まあ、もう私はあまりジェネコンプを目指してなくて、リョータくんとレオくんが出ればいいなって感じで買ってたんで、でもまあ今回久しぶりにね、ちょっといつもより多めに買ったんで、コンプできたらいいなって思ってた時にコンプできてよかったです。はい、こんな感じで、めちゃめちゃかっこいい。めっちゃかっこいいんですけど。ではラストジェネ3枚目。果たしてね、私はバースデーを出すことができたのか。ではラスト3枚目は、じゃん。はい。まあさすがにね、3枚で、バースで出すことはできなかったんですけど、まさかのりょうたくんが来てくれました。自分で1枚しか引けなかったので、まさかの3枚に入ってて、もう嬉しかったです。そう、あんだけ買って1枚だけだったんで、りょうたくんが、まあ、今回引いて2枚になったので良かったです。では次、とばり3枚いきたいと思います。まず1枚目がじゃん、はい、りきちゃんです。いや、もう可愛すぎる、本当に可愛すぎるんですけど、実物の可愛さがしっかりキャラ画に出てますね本当に可愛いんですけど、続いて2枚目バリですね。2枚目がじゃん、はい、まさかの、本当にこれもまさかなんですけど、まさかの3枚でリュウタくん自引きすることができました。もう本当に、あの、自引きっていうのかな、ちょっと身内に頼んでるので身内の引きがいいんですけど、本当に、あの、自引きって感じでもないのかな、わからないんですけど、もう嬉しい。でもリュウタくん私2枚出てるので、まあ、これで3枚目になるかなと思うんですけど、3枚で出てきてくれたことがもう嬉しすぎるんですよ。で、パリ3枚でバースデーは出るのか。ちなみに私のところで11枚買った時は BD が出なくて、まあそりゃそうですよねみたいな感じのノリでしたラストがじゃん、もうね、嬉しすぎてもう言葉に出なくて、3枚でこれが出るなんてって思って、もうまさかのサングラスを下ろしてる方で、もうびっくりしすぎて、キャーみたいな、もうもう何が起こってるのかわからなくて。で、バリは今回手を入れた時にもう一人しかいないんで、リュウタくんバースデーは、なので、もう四角と四角だった瞬間、一旦思考回路が停止して、ちょっと待って、バリって一人しかいないよね、キャーみたいな感じだったんで、本当に嬉しすぎて、これ3枚でこれはやばいと思いながら、なんとかリュウタくんのバースデーも無事ゲットすることができました。もう最近っていうか今月の引きが良すぎて、あーすごい全部倒しちゃったんですけど、今月の引きが良すぎても怖い、本当に2月の引きになるのかな、これ一応2月の引きなので、この引きがねあって、ちょっと私はクリアチャームが多分出るはずだと思うので、クリアチャームちょっと買おうと思ってるので、そこまで運があったらいいかなと思います。で、とりあえず一旦この天井札たちは履けます。はい、では今回の本題ですね。本題であるこのアニバーサリーのガチャを皆さんにはご紹介していきたいと思います。で、ちょっと本当に私がどんなのを出したのかもあまり覚えてなかったんで、本当に中取る時もスッと見えないように出したんですけど、今開けたいと思います。見ます。ちょっと画面外で失礼します。わー、すごい待って、すごい、待ってね、待って待って、あー、そうだそうそうだ、はい。ではちょっとまずね、一番多いのが75ミリ缶なので、75ミリ缶からご紹介していきたいと思います。75ミリ缶1つ目、あ、今回ですね、メンバーさんが選べるようになってて、りょうたくん、れおくんを私は引きました。で、あの、多分他のグループでもそうなんですけど、
メンバーが選べるので、まあその推しさんしか出ない感じなので、すべて出てくるのはりょうくんかりょうたくんになります、今回。ということで、まず一つ目ですね。一つ目は、じゃん、多分これ反射がすごいと思う。ですよね。はい、反射がすごいのでちょっと横向きなんですけど、りょうたくんです。りょうたくんはわかるな。そりゃそうだ、りょうたくんしか出ない。りょうたくんの、これはフォーマルスーツのやつですね。ちょっと裏向きます。はい。で、フォーマルスーツのアニバーサリー。うん、75ミリ。そのままでしたね。はい、フォーマルスーツバージョンです。はい、こんな感じです。もう本当に横からしか見えないんですけど、これでも結構ギリかなって思うぐらい。これちょっと立てかけて、見えそうだったらちょっと裏抜けます。ちょっと見えそうなので、裏にします。すいません。はい。では、二つ目いきたいと思います。待って、ちょっと待って。なんか裏向けたらちょっとすっごいわかりやすいんですけど、ボコって言っちゃってますね。ちょっとびっくりした今。ボコ、わかるかな？ここボコって言っちゃってるんですけど。びっくりした今。次、二つ目いきたいと思います。二つ目は、じゃん。はい、こちら、りょうくんですね。りょうくんの同じものになります。同種のりょうくんです。かっこいい。とにかくかっこいいんですけど。これ難しいな。どうしよう。うん、こんな感じになります。かっこいい。けどなかなか見せれないのが辛い。次、三つ目いきます。三つ目は、こちらです。これは、フォーマルスーツのプチキャラになりますね。かわいい。ちょっと、反射しちゃうんですけど、これでいきます。はい。こんな感じです。めっちゃかわいい。待って、めちゃめちゃ可愛いんですけど。やっぱ可愛いですね。モバイルってちょっと高い値段になっちゃうんですけど、可愛さが倍ですよね。本当に。で、ラスト缶バッジになるんですけど、缶バッジラストが、レオくんのフォーマルスーツじゃなくて、プレミアムスーツの方ですね。なかなか多分これが出ないと思うんですよ。出ない方だと思うんで、嬉しかったですね。プチキャラのものになります。え、めっちゃ、あ、こうしたらいいのか。めっちゃ近いんですけど、こんな感じでどうでしょうか。かっこいいし、かわいいな、これ。せこいな。こんな感じで缶バッジ4つは以上です。で、続いてがメタキーご紹介したいと思います。メタキーは、じゃん。はい。こちらはフォーマルスーツの、普通の、ノーマルかな、ノーマルの方の、りょうたくんになります。最近、メタキーをね、手にすることがなかったので、嬉しい。最近って言ってもね、以前、さやさんからもらったもの以来かなって感じなんですけど。いや。好きだな。この美女結構好きだなと思いながら。続いてメタキ2個目が、じゃん。はい。さっきと同じバージョンのりょうくんです。りょうたくんと一緒でフォーマルスーツの方になります。やっぱなかなかプレミアムスーツが出なくて、りょうくんで出たのが本当にびっくりですね。はい、こんな感じです。はい、では続いてはこちらです。え？って感じじゃないですか。もう、え？この可愛さ何？みたいな。で、私7周年のものを持ってて、で7周年の時の小黒のグリッターなんですけど、ちょっとその時のビジュがですね、こちらになるんですけど、待って、みたいな。この2つ合わせた時の可愛さがもう半端なさすぎて、すぐガチャで出た時に、絶対この子と並べて写真撮りたいと思って、でずっと待ってたものなんですよ。バラ持ってて、本当に可愛いんですよ。もうこれが嬉しすぎて。で、グリッター2つ目がですね、はい、まさかのそれがダブって、なのでこれはちょっとできればフォーマルスーツの方に変えていただける方がいましたら、なかなかね、やっぱりょうたくん同士の交換って難しいと思うんですけど、探そうかなって感じです。フォーマルスーツがね、フォーマルスーツじゃない、私フォーマルスーツって多分さっき言ったと思うんですけど、プレミアムスーツです。プレミアムスーツの方を所持してる方がいましたらとコメントお願いします。で、続いてはじゃん、こちらです。千社札。8周年のオンラインブース、フォーマルスーツのステッカー、りょうたくんです。いや、もうステッカーがなかなか出てくれなくて、私結構ステッカーを狙ってたんですけど、まさかのこれ1枚でした。千社札がもう出なくて出なくて、ええー、と思いながら、本当にびっくりして私。できれば、プレミアムスーツも欲しいなと思いながら、でもなかなか手に入らなくて、で、やっぱりコンプ目指そうと思ってるんで、やっぱモバイルにも力を入れたいと思ってるんですけど、これ同じ値段なんですよ。ステッカーとこのグリッターとかの値段が一緒で、その私が前回引いたエグザイルさんとかが全部いるやつは1000円ガチャの方と500円近くする、500円しないぐらいの値段のもので分かれてるので、まあ、めっちゃやろうっていうね感じだったんですけど、まあ、この1000円は結構きついんで、千社札のための1000円は結構きついんで、めっちゃ回したかったんですけど、残念ながら今回は1枚だけでした。もうめちゃめちゃ欲しくて、チローかなとかもね、思っちゃってるんですけど、可愛いんですもん。で、レオくんも出なくて、
いやもうショックすぎて本当に。続いて千字札じゃなくてステッカーがあるんですけど、それがこちらです。この可愛さ何って感じなんですけど、本当に可愛い。これハヤトくんが黒髪でシャンパンを持ってて、でレオくんがこのあわあわってなってるものを持っててシャンパンなんですけど、リョータくんがね親指立ててるんですよ。わかるかな。可愛すぎて、アランくんの足も可愛い。いやもう本当に可愛すぎて、リョータくんも立ち方がかっこいいし、メンディーさんなんかも乗り出してね、シャンパン片手じゃない両手でユウタくんもね、なんかすごいさやりそうなポーズじゃないですか車の上乗って本当に可愛くて、でナンバーがちゃんとねデビュー日っていう、いやもう可愛すぎて本当にこれはもう叶わないわと思いながら。で続いてまだあるんですけど、続いてがこちらです。はー嬉しいビッグクリーナー、リョータくんのビッグクリーナーです。初ビッグクリーナーはリュートくんのものなんですけど、リョータくんの初ビッグクリーナーなんですよこれ実は。で、まあ、なかなかビッグクリーナーも私出さなかったので、出て、あーもうよかったと思いながら、もう可愛すぎてこれ。もう絶対使えないじゃないですか。もうしっかり飾ろうと思います。よく目立つところにね、飾ろうかなと思いながら今、収納場所をね、どう変えていこうか考え中です。で、ラストです。ラストなんですけど、ラストは、じゃん。はい。さっきのステッカーあるじゃないですか。こちらのステッカーのアクスタバージョンです。全員集合してる。アクスタ。でも最高じゃないですか。でもこれは欲しいと思って、ちょっとレオくんがボールチェーンであれなんですけど、こんな感じなんですけど。で、アクスタの台が8周年になってて、いやもうこんなんね、集合アクスタはもう欲しいに決まってるじゃないですか。なので、もう出てよかったです。で、これ私10回以上回してるんで、レオタくんを。なので、その10回以上回した方は、限定でアクスタを選べるみたいな。あるんですけど、私最初こんなに回す気がなかったので、ちょびちょびしか買ってなかったんで、りょうたくんのアクスタを選ぶ選択とかはしなかったんですよ。なんですけどこのアクスタが出てきてくれたんで、もう全然いいです。はいそんな感じで今回は終わりです。いやもう全部推ししか出てこないってもう最高じゃないですか。でまあ何より衝撃的だったのはこの子ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。一応そのグリッターの交換の件だけは条件当てはまる方がいましたらお声掛けしていただけると嬉しいかなって感じです。はい、そんな感じで今回終わりたいと思います。今月は開封動画とかいろいろ出せてすごい嬉しいので、私も皆さんと開封とか結果紹介とかを見て楽しめるのも本当に私の動画の楽しみの一つなので、あ、そう200人登録者数様が言ったので本当にありがとうございます。はい、そんな感じですね。今回は終わりたいと思います。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。